Hey guys, どうも、ココレモンです。今日もデッドバイデイライト実況やっていきたいと思います。途中からなんですけど、エイスおじさんでやっていきましょう。久しぶりかな、エイスおじさん。いや、初めてだな。多分。クロちゃんと、リペアしていきます。ポッ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 ポ。よっしゃ、あと少し。オッケー。さあ、クロちゃんと一緒に行こう。帽子仲間。あ、かわいい子ちゃん、待ってあ、ダウンした。リペアして、少しリペアしてから、助けに行きましょう。待ってろよ。かわいい子ちゃんと離れちゃったな。カインドレッドの子を活動します。互いの生存者同士で位置がわかるんですけど、クロちゃん、嫌われ椅子ですね。ジェイク走っていく。じゃあ私はこっちから走っていこう。クロちゃんはジェネレーター。ジェイクが行った。私はこっちから行くよ。あ、ジェイク食らう。よし、行きましょう。今だ。さあ、クロちゃん、かわいい子ちゃん助けに来たよ。私に任せとけ。あ、待って待って。回復してやるよ。回復してやんぜ。任せなさい。おいしょ、スリスリ。しゃあ、クロちゃんの背中から150円。ジェイクが今度倒れたな。はい、完璧。いってらっしゃい。じゃあ次、ジェイクに助けに行きますよ。地下室ですね。ちょっと歩きます、こっから。待って。地下室はね、なるべく足跡をつけない。あ、鳴き声。近い。地下室は足跡をつけずに行きましょう。今行くぜ。ダンディーなエースおじさんが。あ、走ってんね。くそ、走っちゃったか。かわいこちゃん、しょうがない。さあ、助けます。よいしょ、ここで回復。スリスリ、ジェイクに。来る前に回復しちゃいます。オッケー。よっしゃ。爆竹とか。あっ。全然いいね。あいて。よっしゃ、離れます。よっしゃ、離れますよ。来てるね。爆竹全然意味ないけど、もうテンションだけ上がったぜ。ダンディーなエースおじさんのテンションが上がった。これでタギ取りできるぞ。さあ来い。おじさんとチェイスしようぜ。ふう、アップね。もう少し時間稼ぎましょう。さあ来い来い。まだまだ。もう一丁。よし、まだだ、まだいける。もう一丁、もう一丁。オッケー、よいしょー。おっしゃ、目の前スクラッチ。よし、ここも倒しておきましょう。それオッケー、飛び越えて。板壊さない。ならもう一回ここ使いましょうね。おいしょ、アップね。よし、来い。引きつけます。ここも使っていきましょう。よいしょー。はい、離れまーす。ジェネレーターは残り2つ。ここの板を使っていこうか。来てるね。おいしょ。爆竹でテンション上がったから大丈夫。大丈夫。あ、着いた。お、着いた。オッケー。よっしゃ、ここ使って。もう一回人間稼ぎましょう。来い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 。来た。お、ゲートの方行ったかな。はい、スクラッチ回復。スクラッチ、スクラッチ、スクラッチ、スクラッチ。オッケー。ゲートが近い。いや、爆竹でテンション上がったね。ダンディーだからね、エイスおじさんは。オッケー、自ら150円。さあ行きましょう。
ゲート開けちゃおう。あ、クロちゃんがいた。よっしゃ、じゃあ可愛い子ちゃんに譲ろう。私はじゃあ、よし、ここのフック壊していこうか。500円ゲットしよう。サボ開始。お月が綺麗だね。うん、綺麗ですね。あいてっアップデートが入ってから、スキルチェックがシビアになりました。お、クロちゃん、かわいい子ちゃん、どうしたんだい。シビアに、ああこんな感じ、シビアになりましたね。150円狙うとね、結構ミスしちゃう。あ、おお、オッケーオッケー、脱出。月が綺麗だ。さあ、もう少し。500円ゲットして帰ってくよ。オッケー、150円。来たな。そりゃ来るわな。もう少しだ。あー、くそ、くそ。500円が遠い。めっちゃ遠いんだけど。絶対来る。くそ、500円欲しい。ダメかー。あ、かっこいい。かっこいいだろ。エイゾイさん、かっこいいね、今のスタイル。さあ、出ます。タイムフリー！オッケー、無事脱出。全員生還ですね。ポイントの方も、いいかな。よし、じゃあね、もう一戦やってきます。爆竹でテンション上がったエイソおじさんで。さあ、エイソおじさんで2戦目やっていきましょう。ダンディ。最近ね、卓球ハマってんだよ、私。卓球。右肩から。右。あ、右。右肩。スマッシュ。やっていこう。やっていこう。よし、ここのジェネレーター、つけていきましょう。かわいこちゃんがいるじゃない。クロちゃん。でね、パーク変えてきました。ソロサバイバー。ローリーの固有パークと、あと、オブジェクト・オブ・オブセッション。キラーの位置がね、お互いに、キラー同士と分かるやつと、ソロサバイバー、左のやつは、一人になればなるほど、その、殺人鬼側の協調表示範囲が狭まって、オブジェクト・オブ・セッション、こっちでは見えるけど、あっちでは見えないみたいな。残りの一人になるとね、かなり強力なパークになっています。この組み合わせは。そして、かわいこちゃん二人に囲まれて、オッケー、つけていきましょう。食らったな。ローリーが食らった。くそ！レディーは助けないとね。担がれる。さあ、行きます。行きますぜ。そこの服か。待ってろよ、かわいこちゃん。建物から奇襲かけましょう。仕掛けるー。こっち来る。入れ違いで。いけるか。よし、トラップ。解除してから。トラちゃんでもマイケルからでも守るよ。よいしょ、来い。トラちゃん、男の勝負しよう。あ、行っちまったな。くそ。任せろ。バトンタッチ。さあ、トラちゃん、男の勝負だ。来い。来ねえか。来ねえか。ああ。まだだ、諦めんな。よし、そこの板。ステンバイ。あ、ダメだ。くそ。地下室か。任せろ。よし、ロッカー。ロッカーエース。発動。待ってろよ。来る。そこにトラップ仕掛けたら行こう。
さあ今です。さあ行きましょう。ダッシュ。かわいこちゃん、任せろ。よいしょ。よし、先に行きます。肉壁、来い。うわ、まずい、まずい。どうしよう。来い、無理か。ほら。来い、もう一回。ほら、いて。ダメか。一人じゃダメか。くぅ。俺のベイベーが。俺のベイベー。あ、お願いします。クロちゃん、かわいこちゃん、おね、あ、クロちゃん、かわいこちゃん。よし、お願いします。いや、来てるね。よし、離れましょう。そう、俺のかわいこちゃんが。あ、でね、一人ほら、やられると、あんな感じに。ゲージっていうか、ポイントが一つ溜まります。ありがとう、クロちゃん。スリスリ。サンキュー。助かったよ。キラーに。いたな。よし、バレないように。見ないでいこう。こんな感じにサングラスかけて、来てる。クロちゃんをね、巻き込んじゃうので、一人出るときはね、がっつり見てもいいと思うけど、誰かといるときは見ないように。近くにいますね。来るね。よし、離れましょう、少し。あ、でも離れたくない。ここあったかい。あったかいな、ここ。離れたくねえ。あったけえ。あったけえ。ダンディー。私、ダンディー。いや、いるね。見ましょう。壊したな。さあもういないぜ。すぐ直しましょう。リペア開始。めっちゃ近い。近くにいる？関係ねえ。来た。よし、来い。見失ってる？あったけえな、ここ。じゃあ離れましょう。反対側のエリアに行きましょうか。いるね。離れない。開いた。よし、こっち側。そこのジェネレーター直そうか。右にもありますね。さあ、ここで直していきましょう。かわいこちゃん。クロちゃんと、再会です。つけていきましょう。オッケー。次、そっちのジェネレーター。キラーは、反対側にいるね。お、宝箱発見。開けていきましょう。クロちゃんになんかプレゼントするもの。かわいいアクセサリー来い。これはプレゼントできない。さあ、リペアしていきます。シュポッポッポッポ。お、来た。バレたかな？あと、ジェネレーターは3つですね。オッケー。絶好調。さっき爆竹でテンション上がったからもう絶好調だよ。いやー、楽しいね。かわいこちゃんとね、こんなスリルのある世界で。楽しい、楽しい。ジェネレーターも、すごく、楽しいよ。150円。いいね、この下り顔。やっぱね、僕はね、かわいこちゃんを喜ばせるためにね、こんなダンディーな服着てるんだよ。OK！ 残り2つ。あ、食らったな。かわいこちゃんが食らってしまったか。よし。ここのジェネレーター。中央直していきましょう。ポジションチェンジ。
人が割れてるね。あ、いた。頑張ってくれ。今のうちにつけていきましょう。シュポポポポ。急げ急げ。俺の可愛い子ちゃんが割れてる。オッケー、150円。どこ行った？近いね。32メートル以内にいるね。あ、いた。割れてるかな？おっしゃ、残り一つ。よし、ここつけていこう。つけていきます。あ、完全に来てる。よし。いいぞ。つけていこう。男の勝負だ、クロちゃん。いや、トラちゃん。さあ、男の勝負。よっしゃ、来い。あ、こっちから出れんのか。オッケーオッケー、タゲ取ります。今のうちに、かわいこちゃんに開けてもらいましょう。あれ、来ねえな。まあ、いいや、じゃあ、自ら行こう。ゲート開けに。ナイス、クロちゃんが開けてる。オッケー。じゃあ私はこの骸骨を壊してから行こう。ドワイトの仇。あ、クロちゃん食らっててね。オッケー。はい、かわいこちゃん。ベイビー。俺が直してあげるよ。スリスリ。任せなさい。早いんだから。早いんだから、これクロちゃんにあげようと思って。宝箱漁ったんだから。オッケー、完璧。さあ、残り一人。残り一人の、かわいこちゃん。まずい、食らった。やばいな。そっちか。よし、骸骨壊していこう。追われてるね、多分な。任せろ。ダンディおじさん。エイスに任せるんだ。はい、クロちゃん。おし、登場。任せろ。エイスおじさんに任せろ。後ろは俺が。オッケー。いいぞ。よし、アイムフリー。オッケー。かわいこちゃんは俺が守る。エイスおじさんでした。どうしようかな。かわいこちゃんは俺が守るシリーズ。指導しようかな。ダンディおじさんで。うん。で、パークをね、もう一段階上げたら、すごい効果発揮しそうですね。よし、出ましょう。はい、それじゃね、今回はここで終わりたいと思います。次回もデッドバイデイライト実況していきますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。それじゃあまたね。